お昼になりました。木村拓哉です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はここはね、三原のローソンにいるんですけど、そう、今ちょっと自己チャンネルの視聴者さんと戯れてまして、そう、M1 2本もいただきました。ありがとうございます。ともえもんさん、ありがとうございます。さあ、ということで飯を食ってすぐまた処分場へ走っていくんです。私今から尾道に行かないといけないんで、うん、こっからあと40分かかるんですけども、そうそう、よし。いやー、今日はだからポップ弁買いました。ポップ弁のね、シューマイ弁当にしましたよ。ご飯大盛り、よいしょ。鮭だね、ふりかけは鮭です。あれ、なんかちょっと今日ご飯の盛りがあれだな、端っこの方まで入ってないな。これはシューマイのタレ、ちょっと飛び散らないように。サクサクっと食べれますよ、これはもう。そう、はい、じゃあいただきます。ほら、なんかちょっとこの端っこの方がちょっとご飯少なくない？はい、シューマイ弁当でございます。うん、びっくりしたね、ほんと。レジでご飯ね、注文しよったら、ジーコさんってから来られたんで、そう、2、3回ね、スライドはしたことあったんですけど、まさかこんな三原の方で会えるとはね。うん、うん、プチグラっていうのかなね。うん、うまっ。このシューマイ以外のおかずも、ああ、コンビニ弁当という感じでね、味が濃くて美味しいです。色も濃いもんね。うん、うまい。スナック系のこの唐揚げの味もいいですよね。うん、いや、ほんとびっくりしたな。久々に視聴者さんとあんなにお話できたし、ねえ、ともえもんさん、まあ、いろんなプライベートのお話とかもちょこっとしましたが、やっぱね、ここ多いよね、トレーラーとかトラックが。今も目の前でっかいフォークリフト運べよるよ、あのトレーラーは。
うん、トラックが多い。やっぱね、トモイモさんのトラック今ちょっと乗せてもらったんですけど、積載は4トンって言われてました、うん、でキャビンのサイズはあの2トンワイドだったんですけど、もうね椅子にね、この僕が乗ってるリュトロとは違ってあのバネがついてました。そう、クッションが中たまに突き上げが来ないんでしょうね。同じデュトロなんですけど、やっぱワイドサイズで、うん、うん、だいぶ違うと思うわ、腰への負担が。この僕が乗っとる分は本当ガンガンってきますからね、もろに。ああ。食べやすい、やっぱシューマイ弁当は時間がない時でもいい、サクサクっと食える。よし、今からもうねすぐ出発です。そう、ちょっと最後にともえもんさんにいただいたエミマンをせっかくなんであったかいうちにいただきます。ありがとうございました。美味しいです。これ今からチビチビ飲みながら尾道の処分場へ走っていきたいと思います。ここからあと40分、はい、頑張ってきます。ということで本日はポプラの、あ、じゃあローソンポプラのポプ弁シューマイ弁当ご飯大盛りをいただきました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。